特定西岸前景中特定は、兵庫県神戸市中央区にある神戸港を代表する鳩場の一つ。旧居留地の南のメリケン鳩場の西隣に大正時代に建設された特定で、特定の付け根には鉄塔の美女と称される神戸ポートタワーが建つ。特定先端にはメリケンパークオリエンタルホテルが建ち、その1から2階には CI q 施設を備えた。 中突堤旅客ターミナルがある。1990年代後半、新船客ターミナル建設を目的として、西隣の国産ハトバ間の海が埋め立てられたことで、神戸ポートタワーは、突堤上から陸上になり、かつて約700メートルあった。突堤西岸の長さは、約500メートルと短くなった。現在その先端286メートルを、外交、クルーズ客船。 長距離フェリー用バースとして使用する。推進は約9メートルで5万トン級船舶の接岸に対応し、神戸ポートターミナルに次ぐ神戸港の玄関としての役割を担う。特定東岸は大型レストラン船ルーミナス神戸に専用のバースである。また、海岸通から特定先端までペデストリアンデッキが設けられており、 そこからは、ハーバーランドや新興都邸に出入港する客船などの眺望を得ることができる。など東地区とメリケンパーク付近に、新興都邸西地区から神戸ハーバーランドまでの都市作動を経由させる構想がある。ありがとうございます。